はいです。今回ですけども、今回はね、今、寝起きです。はい。今からね、僕はね、お風呂に入るところなんですけども、謎の画角からですね、はい、おはようございます。今回は、寝起きからのね、ルックブック、これ紹介していきたいなって思います。はい。ということで、まあ今寝起きで今からお風呂に入って、まあ準備してからコーデ紹介っていう形になってくるんですけども、今回はね、本気で、まあ最新の大学生コーデやっていこうかなと思ってて、もう今回はね、春です。はい。春行きます。はい。ぶっちゃけ、もうね、春が訪れようとしてるんですよ。もうニュースでも、僕のね、最近のその体感温度も、すごいもう春なんですよ。もう冬じゃない。うん。アウターなんて着てらんね。もうそんぐらいね、もう結構ね、暖くなってきてます。なんで、今回は冬コーデじゃなくて、春コーデメインで、お前まだこれじゃ寒くねえかっていうところまで、まあ行っちゃうかなっていう風に思ってるんですけども、まあ今回はそんな感じで春コーデを組んでいきたいなって思います。最新の大学生の春コーデですね、やっていこうと思うんで、ぜひ最後までお願いします。はい、すごいね、今寝起きでね、体が調子いいんですよね。なんか最近質のいい睡眠が取れてるというか、なんかね、質のいい睡眠の取り方を身につけたというか、ここでまたすごい自分の体的な成長したなっていうか、俺どこまで成長していくんやろうなっていう、なんていうの、意識してないところまで成長しちゃう俺は、それはもうやべえぞと。意識して成長するのはもう当たり前なんですけど、意識しないで成長してる現状がすごいなんかやっぱ持ってるなっていうか、なんか思っちゃって、そうまあやっていきましょうね。うん、じゃあちょっとね、今本当にもう顔もやばいんですけど、目もなんかあんまり開かない状態で、すごいなんか質のいい睡眠取れた時ってなんかわかります？めちゃくちゃ体はスッキリしてるんですけど目が開かないみたいな、そういうのが結構まああるあるだと思うんですよ。もちろんわかんないですけどね。まあじゃあその感じで今からいろいろ準備していって春の大学生コーデということでやっていこうと思うんで、とりあえずお風呂入ってきたいと思います。それではやっていきたいと思います。はい、というね、今お風呂入ったりして、まあいろいろ準備してもらったんですけど、やっぱお風呂入るとね、なんかね、目がシャキッとしますね。目がシャキーつってね。はい、ということでやっていきますか。まあ春コールということで、春って何でも着れるじゃないですか、ぶっちゃけ。意外ともう T シャツでいいぐらいのさ、気温の時もたまーにあるじゃないですか。かといってその T シャツでコーデ組むっていうのはさすがにまだ早すぎるから、まあいい感じのところを狙っていきたいんで、僕の好きなね、アイテムとかも結構その出せたりっていうのはあったりすると思うし、冬と夏って言ったらね、やっぱり極端になっちゃうんですよね。だからその春と秋っていうその中間の時にやっぱりね、服はね結構いろんなスタイリング楽しめると思うんですけど、だいたいね、服好きとかはどの季節が好きって言われたら夏冬じゃなくて春秋ってね多分言うと思うんですよ。絶対ね、そうなんですよ、めっちゃいろんなスタイリングできるからね。だからね、コーデがねぶっちゃけ個人的にも組みやすいんですけど、僕の好きなパーカーも着れるし、いろんなまあとりあえずアイテムね着れるじゃないですか。でぶっちゃけその春なんてその夜になったら意外とさ寒いっていうところもあるから、ぶっちゃけそこでアウター着てもいいっていうところもあるからさ、まあとりあえずね、いろんな想像しながらちょっとコーデを組もうかなと思うんで、とりあえずね、今日は普通にもうコーデ組んでるところから紹介するんで、じゃあまずとりあえず1コーデ目からかな、紹介して、まあ何コーデかね紹介していけたらいいなと思ってるんで、じゃあとりあえずね、じゃあまず1コーデ目から紹介したいと思います。はい、とね、これが1コーデ目なんですけど、こんな感じです。はい、どうでしょうか。まずカーディガンですね、使ったのは久しぶりにカーディガン着んな。どうすか、まあ、こんな感じです。これピンクのこのね赤ラインが入ってる、まあ3本ラインといえばなんだと思う、これアイダスですね。アイダスオリジナルスのカーディガンに、まあバンティーというかこのねデザイン T シャツのインナーに黒デニムということで、はい、どうすか、まあ、それにまあ白のスニーカーということで、僕はねピンクという黒っていう色合いが好きなんで、このカーディガンさ意外とアイダスオリジナルスなんだってところあるでしょ。僕もこのアイテム見た時、まあ率直にそう思ったんだけど、まあなんていうの、このね3本ラインがね僕好きなんですよ。このね3本ラインダサいとかいう人もいると思うんだけど、僕は普通に好きな方で、結構ねこういう3本ラインが入ってるやつとか、まあ、ラインが入ってるやつとかって結構僕は好きで、本当になんていうの、ラインが入ってるイコールストリート系みたいな感じで僕は捉えてて、ストリート系のコーデがめっちゃ好きってわけじゃないんですけど、なんかそれはすごいかっこいいなってちょっと思って、まあ別に僕のコーデって若干ストリート系強めかと思うんですけど、かといってめっちゃバリバリのストリート系って言われたらそうじゃないじゃないですか。そうまあこんな感じでね、僕はカーディガン前開けてこういう T シャツとかのインナー見せたいタイプなんで、まあ、そういうねとはみんなしてると思うんですけど、まあ、こんな感じですね。どうでしょうか、まあ、ワンポイントのねここにねこのロゴがね可愛いよね。そう、それ以外なんもないんですけど、まあ、カーディガンねやっぱりそのこれからの季節冬もそうですけど、まあ、夏以外だったらカーディガン結構、まあ、ダウンの下に着たりとかこういう風にメインとして着たりっていうのもいろいろあると思うんで、これからねカーディガンっていうのも集めていきたいですね。はい、ということでじゃあこんな感じで、じゃあね次2コーデ目ね行きたいと思います。はい、でね、これが2コーデ目なんですけども、はい、どうでしょうか。次はね、僕の大好きなアイテムの一つ、ポロシャツですね。こんな感じです。どうでしょうか。かわいいね、この色合い。カーキーとベージュ系というか、ブラウン系が主体なのかな、これは。こんな感じ。オーバーサイズのポロシャツ。あのね、なんかね、この購入品紹介であったんだけど、サイズでかすぎないっていう風にあったんですよ。でも、いや、これがちょうどいいんですよ、僕からしたら。ほんまに。このゆったり感が好きなんですよ。なんかね、これも言ったと思うんだけど、まあ、その、俺も何でもかんでもオーバーサイズに着てればいいとは思ってないでしょ。全然そこは。そこは全然全く違くて。そうだけど、ポロシャツっていうのは本当に何ぴっちりというかジャストサイズ感、ジャストサイズのちょっと上でも
俺はなんかラグビー部感が出ちゃうなっていうか、そういう感じに見えちゃうんですよ僕は。だからちょっとゆったりした系のポロシャツを着た方が僕はそっちの方がいいんじゃないかなと思って、ポロシャツは余計オーバーサイズに着ようっていう風にはちょっと心がけてますね。まああとそのチェックシャツとかは、まあデニムジャケットとかぴったりじゃないですか僕って。最近の購入状態だと思うんだけど、なんかね首元もねこう緩いんじゃないのって思われてると思うんだけど、こういう感じなんですよ。そうなんかここのブランドのショップというかインスタグラムのアカウントとか見て、まあその着てる人の画像とかも見たんだけど、だいたいこれこんぐらい緩いっす。俺がめちゃくちゃオーバーサイズっていうわけじゃなくて、普通に着てる人も首元は緩かったです。そうそういう感じのアイテムですこれは。基本的にオーバーサイズに作られてるから、どのサイズでも本当に誰が着てももうオーバーサイズになるっていう感じだから。だって別にさ SML XL であったところで、じゃあめっちゃ数字に大差があるかって言われたらそんなわけはないやん。ぶっちゃけ多少の数センチやん。そうだからそんなんでぶっちゃけ多分買わないと思うんですよ。だからまあこの首元の緩さもこのアイテムのいいところでありみたいな。そうなんかさポロシャツってさ結構襟元さガッチリしてると思うじゃん。これって結構この襟がさ緩いんですよ。そうガッチリしてないタイプなんですよ。だからそういうところでもう多分こうやって緩ってなると思うんですよね。だからそういうシルエットなんですよね元々多分。だからこんな感じで、まあ今回はねデニムじゃなくてナイロンパンツに合わせました。どうでしょうか。はいというね、まあこれが2コーデ目かな。このポロシャツもね最近買ってめちゃくちゃどういう感じで着ようかなと思ってますね。はいということで、じゃあこれが5コーデ目ということで、じゃあ次、3コーデ目いきたいと思います。はいというね、これがね3コーデ目のコーデなんですけども、はいどうでしょうか。まあちょっとね近くで見せると、デニムジャケットに中はポロシャツです。これもポロシャツをインナーで使っていました。このポロシャツはね、まあ若干ジャストサイズっていう感じかな。まあボーダーのねこの僕のね好きなブランドの一つ目 AFB っていうねブランドのポロシャツに黒のねこのラインパンツということで、どうでしょうか。ポロシャツをねインナーに使うっていう使い方もね僕は結構可愛いなと思ってて、そうまあこんな感じで、まあボーダーだししかも可愛くない。脱いだらまあねこんな感じ、脱いでもかっこいいっていうね。はいということで、このパンツとねこのデニムジャケットの合わせ好きなんやな俺。そうこれかっこよくね、これ好きな。まあデニムジャケットのインナーにポロシャツを使うっていうのはすごい僕は考えてたコーデで、まあやっとこの春できるなっていうか、もう真冬だったらさすがにこれはまだ寒いと思って、これが春ならちょうどいいかなっていう感じや。いいね、かわいいね。僕はねほんまにこういうラインパンツが好きなんで、まあなんか X ガールのロゴが見えて、なんか男がそれ着てたらさすがにそれは男を着てたらあれじゃねえっていうあれもあるんだけど、まあまあまあ別に僕はいいんで、それは X ガールとラージがあるから、なんかそこでもうメンズレディースって分かれてるじゃんか。なんかそういう感じでさ、ラージと X ガールっていう風に分かれてなくて合体されたブランドでメンズレディースがあったら、その中のレディースを着てても多分そういうのはないと思うんですけど、極端にその X ガールとラージっていう風にもうレディースメンズっていう風に極端に分かれてるからこそ、 X ガールを着てると、いやお前なんでメンズがそっち着てんねんっていう風に僕は思うんですよ。まあそういうちょっと印象っすよね、印象操作とかありますよね。まあ僕はそういうのは気にしないでね着ていこうっていうのをねみんなにね発信していきたいですね。ぶっちゃけていい、ぶっちゃけ僕も裏腹にさラージとさ X ガールってさ隣ぐらいにあるじゃんか店舗が。そう僕は普通に基本的に最初から X ガールの方が好きだったんですよ。でまあいいやラージも入ってみようと思ってラージ入ってみたんですよ。あんまり俺好きなものなかったわぶっちゃけ、本当に全くなかったっすね。だからなおさら X ガールの方が可愛いなと思ってて、基本的に僕はねレディースのデザインが好きなんですよね。まあ、極端に本当にレディースっていう感じじゃなくて、レディースはレディースの中でもストリート系のレディースのアイテムとか好きっていう感じが、だからこれもぶっちゃけストリート系のアイテムじゃん。だからレディースはそのスカートとかを履くっていうのはもう絶対ないんですけど、まあそんな感じですよね僕は。だからみんなもね X ガールねその食わず嫌いとかじゃなくてね、皆さん行ってみてくださいよ。せっかくね、まあラージ好きな人はその裏腹行ったらそのラージの隣に X ガールはあるんで、なんか背入りづらいっていう雰囲気あるかもしれないですけど、まあ一回入っちゃえばね全然あれなんで。はいということでね、じゃあそんな感じでこれがラストの参考でということで、じゃあねこれ紹介をお願いします。はいでね、今回の動画はね、本気の大学生の春コーデということで、まあ、春コーデ、もうね、やってくるよということで、もう冬コーデじゃないやなって思いました。昨日もね、外出てみたら、もう暑い暑い。ほんまに、いや、暑い暑いは言い過ぎが。なんか、その、めちゃくちゃ寒かったじゃん、前まで。だから、普通の気温でも、なんかめっちゃ暑く感じるっていうか、その差がすごくて、ギャップがすごくて、普通の気温なんだけど、めっちゃ暑く感じるっていう、まあ、そういう感じだと思うんだけど、まあでも天気予報とか見たらさ、普通に17度、もう夜でも17度とかだったから、あーもうこれ来たやんって、もう春到来しちゃうやんって、もう春風速攻で来ちゃうよみたいな、そういうなんか感じにしたんですけど、昨日の夜ご飯買い出し行った時にそのめっちゃ暑かったから、あじゃあもうそろそろ春コーデ行こうかみたいな感じで昨日思いついたんですけど、そうまあまあまあそんな感じでね、まだまだねその春コーデいろいろ思いついてるんですけど、まあ今回はね参考で紹介したということで、まあこれからねコーデ紹介する時は春コーデ、まあ時には久しぶりにその冬コーデまだいけるかなっていうところはあるかなとは思うんで、春コーデメインでたまに冬コーデっていうさそういう感じでやっていきたいなと思うんで、今回はね春コーデ第一発目ということでありがとうございましたということでね、ぜひね全部動画見た上でいろんなコメントにしてもらえたらなって思います。はいというね、じゃあねこの動画終わりたいと思います。この映像ではご視聴ありがとうございました。おいっす、インスタ、TikTok、Twitter 見てね、そちらフォローおいっす、それでバイバイ。